こんにちは、袋です。もう年末になりまして、うちの仕事ももう、昨日の忘年会で終わってしまいました。というわけで、今日は、実は東京に行って帰ってきて、今からもしかしたらちょっと宴会に誘われるのかなと思いながら今いるところです。そんなところで、いただいたテーマが、まあちょっと、来ましたね。家族との時間の過ごし方っていう、非常に、一部困ったテーマです。家族は東京に行っちゃってますので、今はまあメールでのやり取りぐらいです。昨日実は、うちの息子今ラグビーでこっちに来てまして、メールだけ、それも合ってないんですが、メールでのやり取りで、私も東京に行ったり来たりでちょっと全然すれ違いなんですけど、そんな感じで、メールでやり取りしているっていう感じが今は時間の過ごし方になっています。本日は以上です。